本日ご紹介するのは、電池式 LED 蛍光灯に超強力マグネット板を付けたものです。超強力マグネット板付き電池式 LED 蛍光灯。製品自体はこのような形をしていて、発光色は赤色、オレンジ色、青色があるようです。ここにあるのは全部オレンジ色です。用途としては工事現場や故障した車など通行するものによく見えるように光るアイテムです。ただ鉄板にくっつけた時に磁石が1個しかないので、垂直面ではずれ落ちたりする可能性もあるので、それをより強力にしようという意図で作ったのがこの超強力マグネット板付き電池式 LED 蛍光灯です。1センチ程度の厚さのヒノキの板に取り付け用のネジの間隔に合わせた穴を開けておき、その四角に4つの磁石を取り付ける穴を開けて埋め込んだものです。ヒノキは柔らかいので外れないように木工ボンドを塗ってた上で押し込んでいますので、簡単には外れないと思います。ただこの製品は3本の単4型アルカリ乾電池を使い、連続9時間程度光ることができますが、予備の電池があればより心強いのではないかということで作ったのが、この予備電池収納ポケット付きの超強力マグネット板付き LED 蛍光灯です。先ほどと同じようにネジ穴用の穴と4つの強力磁石をつけた板に、横に4つの穴を開けて、奥にマグネットをくっつけて、乾電池の鉄の部分をくっつけることができるようにしたものです。吸引力はそれほど強くないですが、少々打った程度では脱落しません。実際には乾電池の頭をビニールテープなどで連結しておく方が脱落防止にはなると思います。この光り方は最初の機械はメーカーも違いますので、例えばこれを A タイプと呼ぶとしたら、ボタンを1つ押すと3連フラッシュ。2回目に押すと2連フラッシュ。3回目がシングルフラッシュ。4回目が回転。5回目が点滅。
6回目が SOS レスキュー、7回目が全部光る灰、明るいタイプ、8つ目が前頭老、全部光る少し暗いタイプ、9回目が3つの白色 LED が光る懐中電灯的機能のある光り方になります。そして10回目がオフになります。そしてどんな光り方をしている時でもボタンを4秒程度押し続けることによりオフになります。もう一つの方を仮に B タイプと呼ぶとしたら、これは1回押すと回転、2回目が3連フラッシュ、3回目がシングルフラッシュ、4回目が点滅、5回目が SOS レスキュー、6回目が前頭肺、全部光る明るめ、7回目が前頭老、全部光る少し暗め、8回目が2つだけ光る、9回目が4つ光る、10回目がオフになります。そしてこの機械の特徴として、2回押すことにより3つの白色 LED が点灯し懐中電灯的な機能になります。そしてダブルクリックすることによりオフになります。この白色 LED は周りがどんな光り方をしている時でも機能します。そしてこれも4秒以上押し続けるとオフになります。以上が強力マグネット盤付き電池式 LED 警告灯の説明になります。